両方とも取れてる取れてる。オッケー。ということで、はい。つとガチャね、誕生日ということで、客連かな引いていこうかなと思います。はい。皆さんお待たせしました。いろいろと5分間くらいやってるんですが。あ、おやすみなさい。おめでとうございます。ありがとう。あ、大丈夫。スキッパラじゃなくて、ちゃんとさっきカレーパンを配信する前に食ってたから、大丈夫。ということで、まあ、とりあえずね、引いていきますよ。まあ、誕生日鏡っていうのもあるんで、まあ、まったりとね、引いていこうかなと思います。トラブルは、ヤミちゃん好きです。こんばんは。酒のつまみに爆死見るってどんなド M だよ確かにね、俺めっちゃド M なのかもしんない。猫は今寝てるね、普通に。おい、来ましたよ。おい、ワンちゃん、ワンちゃん、ほら、やっぱね、動物も俺を祝ってくれている。素晴らしい、いいね。もう記念すべき一体、あー、この霊装も欲しかった。ありがとう。狙いは師匠内とかそこら辺かな、とりあえず。すごい名前、長い。バルムンクフェザリオンさん、チャンネル登録ありがとうございます。まあね。これが誕生日鏡のパワーですよ。多分。ほい。ほいほい。おーい。メディアリリー。いいね。メディアリリーね、確かストゲンだからね。目的達成。ストゲンを引くっていう目的達成したね。おめありです。ワンワンを。誕生日ボイス平気に聞けないんだぜ。悲しい。あれか、2月29とかそういう系か。いいね。幸先いいね。いや、逆に、今幸先いいだけで、それ以降爆死が続いていくかのかも、ん?爆死が続いていくのかもしれない。オッケーオッケーオッケー。よっしゃ。ニワトリさん、チャンネル登録ありがとうございます。うん、使徒内に関してはストーリー召喚にいます。いるぜ。よし。あ、これ酒入ってる人や。え、どれぐらいなんだろうね。俺、ろれつが回らなくなったら終わりだね、多分。ロボット、メディアリリー、ありがとうございます。おや、あれ、キングプロテアの時にね、キングプロテア狙っていこうとか言いたいんだけどね。さすがにっていう。まあ、ストゲンはね、ストゲンの楽しみ方があるから。俺、このさ、この霊装俺一番持ってないから欲しいんだよね。まあ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 、ストゲンだからね。ま、オルタニキ欲しいね。いやもうとりあえず、ストゲンのキャラクターは誰でも欲しい。今はとりあえず、ワンちゃんと、メディアリリーが来ました。誕生日に引いたらオリオンが来た。懐かしいな今なら、プラチナのスタンド出せる。マジかオラオラできちゃうんかないっそのことガチャごとお腹も爆散しちゃいなよ。なんてこった。そうね、プラシーボ効果っていうのをざっくり言うと思い込みだよ。マジで。そして特訓召喚。特訓ね、今ね、確かね、もう、大阪にいるはずなんだよね。なんか適当にやってるとは思うけど。こんばんは、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。毎回のことを思いながら、マナプリ。まあね、ボックス異病ね、1000箱ぐらい開けたらね、あれぐらいになるね。オッケー?あ、ちょっと待って、おっ、セーフ。え?いや、どうせだったらなんか、おじまんディアス来て、太陽になりたかったな。ん?なんか、いつも以上に俺、変なこと言ってる気がする。こんばんは。アタオルとジャック出た。おめでとう。そうだね、ガチャ部分だけ適当に切り取ってアーカイブって感じだね。うん。山ちゃん出たらいいよね。爆死会場とし、来ました。爆死会場ではまだない。なんとか大丈夫。
今んところいいね。オッケーオッケー。おじまんチャンスがって、いや、金ライダーが来たら一回警戒するんだよ。一回警戒して、おじまんディアスが来るか来ないかの警戒しないといけないから。俺はテンション高いね。いいね、ストゲンのキャラクター。え、ゲンさんいた。テンション高いのは誕生日テンションだと思う。あとプラシーボ効果のお酒プラシーボ効果のお酒っていうパワーワードすごいな。無記名引くでしょ無記名引けたらマジで俺やっぱ持ってるなって思っちゃうわ。ゲンゲンさん降臨しないかな。ファイツバッ、出てこねえかな。けど今のところ禁煙室が全く持ってないから、なんかそこ気になるよね。アストルフォン特にいた。マジでコメントが割と流れてって、すごいどこにいるかわからないんだよね。どこだ。あ、いたわ本当にゲンゲンさんいたわ。戻ったらゆっくり見てたらいたわ。ハロハロです。今多分40連目な気がする。これでおい、さっき言った、オッケーオッケー、禁煙室っていうワードを言うことで来るキャスター。おお、キルケイか。あれ、キルケイ、あ、けどキルケイは確かアビーちゃんガチャでめっちゃ来た気がするんだよな。まあいいや、ありがとう。俺の無記名は、孔明と、オジマンディアスかな。あと、イリアもいるけど。あとは、二次演出だね。二次演出と、バチバチが来たら、完璧。とりあえず、狙うは、二次演出。カムヒアだね。にゃんたん SP さん、チャンネル登録ありがとうございます。ケオンのキャスターワード。俺ね、みんな知らないと思うけど、俺一回だけキュケオン作った俺普通にキュケオンのレシピを調べてキュケオン一回作ったんだよ。おかゆじゃねって思いました。キュケオンありがとうございます。こんばんは。今のところ引きはめちゃくちゃいい気がする。うまっ。まあって感じっすよ。孔明の罠だ金ライダー、あ、そうだね、多分金ライダーはアキレウスもしくはコアトルさんが出ない限り無記名確定だね。誕生日おめでとうございます。お酒飲めますね。飲めます、いいね。こんばんは。魂食いとアトゴウラ混ざる。そう、俺も一瞬魂食いって、いや、これアトゴウラじゃない、なんだったっけなってすごいなってた。ストガチャちゃんと来てるところ、悪くないどころかいいまあストガチャほんと来ないからね。メガネブタさん、チャンネル登録ありがとうございます。そうだね、星さんで出ないのは今のところ伊蔵さんだけだから、伊蔵さんもねストガチャとかで出ればいいのにと思うのに。やりとりは重なった、おめでとう。あ、そうだね、メイブちゃんもだね。あ、そうだ、メイブちゃんストゲンなんだ。俺あの子いつもストゲンっていうの忘れちゃうんだよね。にじら、おお、金バチバチじゃん。あ、もうほんとあと二次演出だけじゃね。ラーマくんありがとう。キツネうどんさん、チャンネル登録ありがとうございます。よっしゃー、ラーマくんはまだ宝具重なってないはずだから、オッケー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 、いいね。キングプロテア用の石はちゃんと残しております。残してあるっていうより、まあ今回は誕生日だからっていうので、俺の貯金箱、豚の貯金箱を割ってポンってやりました。よし確かにインドだ。あー、そうだ、次の2部4章のピックアップ怖いんだよな、気になるわ。いいじゃん何でそんな引きいいの、わかんない誕生日今日多分
なんかプロテアは今のところ豪説が結構高いらしい。うえ、ケメさんチャンネル登録ありがとうございます。ほう、よっさー、ありがとう、やったよっしゃラーマくんとやりとりや、ありがとうございます。よし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 、誕生日今日つえぞ。はい、70連目いきます。あ、いやこれ怖いな。ここでストゲンの周期も途切れた。これちょっとこの次のここからなんか怖い気がするな。さ、何連目これ。これ何連目だろう。過去に戻らないと。ここか。432だね。オッケーオッケー。432だから、300使って132になればいいのか。フラグ立てるから。麻婆豆腐 60%。おい！おい！よし！まあ、フラグ立てちゃってもね、引いちゃうんですよね。無理やり。誕生日パワーすごいなマジで。逆になんかここまでめっちゃ引きいいの久しぶりな気がするんだけど。体は課金でできていた。俺さ、ちょっと待って、俺さ、ほんと不安になったこと言っていい？俺キングプロテア引けんのかな。俺キングプロテア引けないような気がしてきたんだけど。ちょっと待って、うん、俺もうなんかだんだん運使いすぎて怖くなってきたんだけど。ちょっと待ってよマジで、ちょっと待って、本当に怖いんだけど。いや次シトナイ出たらマジで運命だと思う。麻婆豆腐割と出てる気がするな。モストゲンじゃない、確かに。自意識高めだね。もうなんかもう狂うだけ狂っちゃえばいいんじゃんって思ってる。なんかもうここまで行ってもなんか爆発したらいいんじゃないかなって思ってる。多分あれだと思う。この動画を投稿される時にはコメント欄の方で調子乗りすぎっていうコメントが書かれると思う。絶対書かれると思う。誕生日今日あり。ああ、オッケー。ヘラクレス、ありがとうございます。ビッグは最低保証100連の呪いかけておきましょうか。やめて。ああ、まあまあ、ストガチャは100連引くって言ってたから、ね。なんかうまいことストゲンのキャラクターは出てるんだよね、地味に。ユーラーヤさん、チャンネル登録ありがとうございます。本当に？本当にこれ行くの？俺出る気しないんだけど今。だけどまあ、いいよ。誕生日だしね。10連ぐらい行こうか。落ちます。お疲れ様です。さすがにこれで終わりますわ。うん、そうだね。どうなんだろう。確率？まあそんなもんか。こんばんは。誕生日おめでとうです。ありがとうございます。ここでメルとヒートプロテアの名は、やばい、俺ちょっと待って。酔ってんのかな？ろれつがマジで回ってない気がする、いつも以上に。ダメだわ。お酒飲んで配信すんのやめよう。究極の絶望をミー太郎に。え、なに？みんなミーさんに絶望を見させたいわけなの？いや、ない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 。俺、ここで引けたら、俺、一回ちょっと、逃げるわ。引かれたら、明日泣きながら課金する動画あげるの間違いなんだよな。なんと。こんばんは。二次演出来たら、もう、あ、やろ。怖いなぁ。ゆえちゅ。水はね、一応ね、右側にあるんだよね。いや、というよりね、
初めてのやつでガチでプラシーボ効果になって、なんか気分がそう高揚してる感がある。さすがにないと思う。俺弾ける自信ないもん。弾けてたとしても鈴鹿御前な気がするんだよね。すり抜け湯え粒が多い。関係ない。あ、もうストガチャ回してても別にいいって感じ。その引きは、あ、もうストガチャじゃんいや、さくらは間違いではない、そっちじゃないっていう。あ、どっちだこれ。アルターエゴだったら、あ、あ、うん、俺一番喜んだ気がする。フィンだ、やったフィンじゃん、フィン、やったお、俺フィンまだね、ホーグなんだったっけ。フィン、ようこそフィン、お前何分あったっけ。今日からボエ、フィンじゃん。フィンどこ、お前フィンどこ、え、フィンどこだ。お、フィン宝具語だ、やったいや、あのね、みんなね、みんな知らないと思うけど、俺フィンって FGO やってきた中で一番出なかったキャラクターなんだよね。で、ガクだけで言うと多分ね、フィンが出ずにずーっと、まあピックアップの時はもちろん引いてなかったんだけど、すり抜けで一回も来ずにバーって回して、多分ね、軽自動車1台買えるかなぐらいの時にやっとフィンを引けたんだよ。もうそれの感動を君たちは知らないっていう。いや本当に多分ね、あのみんなフィンが出たら多分、あー、フィンかって感じだと思うんだけど、俺にとってフィンは伝説だから。一番出なかった工場サーバント、フィンマックール。いや、よかった、マジ。よっしゃ。なんか、ストガチャ引いてたよりも、なんかすごいテンションが上がってる気がするけど。よし。やったー。ありがとう。うわ、動画時間31分になってるんだけど、これ。大丈夫かな？まあ、大丈夫か。とりあえず、動画止めよ。Thank you.